やっぱり精霊がおかしい。精霊をまるで知人のように。友達って言ってくれたの。もう寂しいのは嫌だよ。おっと、話は後な。連れの美人が一番ね。僕は体自由で選べたあの頃はと僕が無邪気な笑顔だけじゃこの頃は過ごせないけど。なぜ民を犠牲にしてまで必要以上の力を求めるのか。己が国を、地位、意志を守り通すためには力が必要なのだ。まさか、クルスリクの槍の力。すべての部族に通告しろ。宣戦布告の準備だ。どれだけ高尚な道とやらを解いたところで人は変わらない。2000年以上見てきた。